はい、この写真はですね、愛知県の蒲郡市竹島で撮影されたものなんです。崖っぷちに立ってピースサインをしているんですけれども、その足元を見てください。彼女の右の足首をしっかりと掴んでいる手が映っているんです。その手はですね、海の方から伸びてきているんですね。この竹島は海上の長い橋を渡っていく無人島で、この島には神社もあるんですけれども、多くの言い伝えが存在する心霊スポットとしてもかなり有名なところなんですね。夜間の海辺になりますので、周囲を浮遊している霊体が出てきたものかもしれません。これはごく普通の草むらを撮った風景写真なんです。なぜこのような写真を撮影したのかは不明なんですけれども、よく見ると草むらの中にこの世のものとは思えないようなものが映り込んでいました。何か帽子のようなものをかぶっているように見えますね。そして拡大してみると、半透明の女性と思われる幽霊が現れた。その様子はすでに白骨化している状態で現れています。顔は骸骨そのものなんですね。戦争被害者なのでしょうか、成仏できずにこの場所をさまよっているのでしょう。この写真は映画青木ヶ原の撮影の時に写り込んだ映像のキャプチャー画像なんです。編集の時には気がつかずにそのまま公開されてしまいました。画面の左側には宙に浮いたような人間の姿の一部が映り込んでいるんですね。白いコート、そしてズボンまでがはっきりとわかります。これは樹海をさまよって命を絶った志願者の霊体ではないでしょうか。そもそもここは青木ヶ原樹海ですから、このようなものが映っても何ら不思議ではありませんね。私は今までこのような鏡にまつわる心霊写真っていうのを多く紹介してきました。これほど古い写真の時代から鏡に映る不思議な写真っていうのが存在していたんですね。髪型、服装はきちんと鏡に映り込んでいるんですけれども、顔だけが全く違う表情として映ってしまいました。鏡に映るときに時間差などは関係ありませんので、やはりこれは説明がつかない写真の一つだと思われます。幽体離脱、またはこの少女に憑依している霊体がシャッターを切った瞬間に現れたのでしょう。これは海外で撮影された写真なんです。普通に男の子2人を撮ったスナップ写真なんですけれども、右の隅に得体の知れないものが映り込んでしまいました。白目を向いた女性のようなものが映っているんですが、その大きさは小さくて、ここに人がいたとしてもこのような映り方はしないんですね。おそらくこれは幽霊が映っているものと思います。しかも心霊写真によくあるように、この霊体の目には瞳孔がありません。ここを通り過ぎる瞬間にシャッターが切られて、偶然浮遊霊が映り込んだのでしょう。この写真はとても怖いので閲覧には気をつけてくださいね。これは誕生日パーティーを記念に撮った写真なんです。女の子がパーティーハットをかぶって、テーブルの上にはチョコレートケーキが置かれています。一見ですね、普通の写真に見えるんですけれども、左側の奥を見てください。なんと死神の姿が映り込んでいるんです。赤いフードをかぶって宙に浮いた状態で、
まさにこちらに向かって飛んできている様子が映り出されているんですね。女の子の顔の表情が少しこわばって見えます。何か寒気のようなものを感じているのかもしれません。